海上自衛隊に新たな潜水艦が進水式を迎えました。その名は太平潜水艦です。今回、太平潜水艦の進水式と命名式を詳しく見ていきます。白鯨という名前強く感じますが、河合の本気を感じますね。原潜って言われていますが、通常動力型潜水艦が世界で一番ではないでしょうか。最近の潜水艦をめぐるニュースといえば、2021年9月にオーストラリアがアメリカ・イギリスの支援を受けて攻撃型の原子力潜水艦を調達する方向が明らかになったことが最もインパクトを与えたものだったと思える。これはオーストラリアの現政権がアメリカ・イギリスとオーカスと5番出る新たな軍事同盟を構築することを決断した中での動きであり、それまでフランスから12隻を調達する予定だったアタック級をキャンセルしたものだ。オーストラリアがここまで抜本的な方針転換を行った理由は、ここ十数年のうちに中国の海洋進出が本格化し、ますますその傾向が強まることに危機感を抱いた末のことだと解釈されているが、このまま進むのかは予断を許さない。というのも、こうした現オーストラリア政府の方針に野党である緑の党がことを唱えており、同国で2022年に控えている総選挙に向け、アメリカ・イギリスとのオーカス軍事同盟の破棄すらも訴えているためだ。さらにこの緑の党は現在対 GDP 比で 2% 超過しているオーストラリアの軍事予算を半分の 1% まで引き下げ、同国の経済規模に合致する機動性重視の装備に改めるとの主張を行っている。しかし、緑の党の現在の勢力は、オーストラリア上院で76議席中9議席、下院では151議席中、わずか1議席しかなく、今回の提言で大幅な議席数を獲得することが現実的だとはとても思えない弱小政党に見える。また、潜水艦絡みの話題で言えば、アメリカ海軍のシーウルフ級攻撃型原子力潜水艦2番艦のコネチカットが2021年10月2日に南シナ海の公海中を先行航行中に正体不明の物体と衝突し、12人の乗務員が負傷する事故が起きている。コネチカットは水上排水量7568トン、水中排水量9137トン、全長 107.5 メートル、全幅 12.1 メートル、深さ 10.9 メートルの原子力推進型で、VLS 等は装備していないが、660mm という大型の魚雷発射艦8門を搭載している。シーウルフ級攻撃型原子力潜水艦は、冷戦末期に、すべての面で、旧ソ連の潜水艦を凌駕する性能が求められたため、4万5000馬力の出力でウォータージェット推進、水中の最大速度は35ノット以上、潜航深度も600メートル以上とされている。ただし、旧ソ連が崩壊し、冷戦構造が崩壊すると、この高性能と高額さはオーバースペックとされ、わずか3隻の建造で終了。以後の後継艦であるバージニア級では、シーウルフ級の4分の3ほどの性能でコストを抑える設計となった。今回事故に遭遇したコネチカットは、10月8日には自力でグアム島のアメリカ海軍基地に戻った模様だが、最も懸念された原子炉塔の機関部分には異常はないとされていものの、艦全体の損傷具合などはよくわかっていない。潜水艦が潜航中に大型の水生生物、例えばクジラなどと衝突する事故は起こり得るが、乗務員12名に負傷者が出ていることからは、
海底の隆起した地形に衝突した可能性が高いと見る向きが多く、他の艦艇との事故等ではない模様だ。コネチカットの事故は、場所が南シナ海という、現在、世界で最も中国の影響が懸念される海域なだけに注目を集めているが、当の中国の外務省は、アメリカが同海域で実行している航行の自由作戦が要因だと非難している。中国外務省は、アメリカ側に対し、コネチカットの事故の詳細、つまり、発生場所や状況、何が目的で、その海域で行動していたのかを明確にするよう求めており、南シナ海の安全を脅かす行為だとする主張を行っている。こうした世界で、様々な潜水艦のニュースが起きている、渦中の10月14日、日本では、兵庫県の川崎重工業の神戸工場にて、最新鋭の大鯨型潜水艦2番艦が、ワクゲイと命名され、進水式を迎えたことが、マスコミ各社によって報じられた。昨年1番艦の大鯨が、同様に、進水式と命名を受けたことで、2番艦以降の艦艇の名称も、00ゲイとなることは予期されていたが、海上自衛隊では、広く公募を行い、最終的に、現、岸防衛省らが、ワクゲイを選定したという。個人的には海上自衛隊のみならず、世界の潜水艦の外観は、ひとしく黒一色であるため、白ゲイを意味するであろう、ワクゲイには、なんとなく違和感を感じるのだが、そうしたネーミングへのこだわりは、あまり聞かれないようだ。現在、海上自衛隊の潜水艦の建造は、今回の、ワクゲイのように、川崎重工業者の神戸工場と、三菱重工業者の神戸造船所が、交互に、毎年一隻ずつ、のペースを堅持しているが、川崎重工業神戸工場は、戦後、これで、通算30隻目の節目でもあった。ワクゲイを含む大鯨型は、基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの艦隊に、ディーゼルエレクトリック方式の機関部を搭載する、通常動力型としては、世界最大規模の潜水艦だ。大鯨型は、毎級の、そう、竜型の最終の2隻、王竜と、東竜と、同様に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を併用した方式で、同方式を元から搭載することを前提にされた初の専用設計艦だと言える。現在の海上自衛隊の潜水艦の推進方式としては、スタンダードとなった、このディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を併用したディーゼルエレクトリック方式だが、実運用例は、まだ世界でも日本のみだ。大鯨型は、この方式の機関により、最大出力で6000馬力、水中最大速度は20ノットほどとされており、カタログ数値上からは、非待機、依存推進を採用していた総流型よりも低下している部分もあるが、運用効率は向上していると言われる。それは、非待機依存推進方式だった。そう、流型では、ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機、これに、スターリング機関も併用した、複雑な機関の構成だったためであり、リチウムイオンバッテリーの能力向上で、機構の簡素化が図れたためだ。それでも、推進力に限定してみれば、先のアメリカのシーウル普及は、無論のこと、通常動力型潜水艦が原子力推進に劣ることは明白であり、ことに水中の速力や連続航行能力には埋め難い差があることは事実であろう。オーストラリアに倣って、
日本も原子力潜水艦の保有を目指すべきとの意見も聞こえてくるとはいえ、原子力潜水艦の建造費の高額さやメンテナンスコスト、さらには解体まで視野に入れた場合、日本に本当に必要か判断する作業は欠かせない。イギリスなどは退役させた原子力潜水艦を解体するコストを捻出することをせず、そのまま係留した状態で放置しているとされているので、そうした懸念点も十分に考慮した上で冷静な議論を重ねていく必要があるだろう。そもそも今回のオーストラリアの原子力潜水艦の調達目的は、対中国戦を想定した南シナ海方面への素早い移動と長距離の対地攻撃能力の獲得という2つの課題への対応策であり、日本の置かれた状況とは同じではない。